ワンスクリーン。おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡県筑紫野市にございます司筑紫野店さんにやってまいりました。今日はですね抽選番号がこちらになります。72番です。まあ何機種か候補がある中で72番目空いてるコーナーから勝負台を決めていきたいと思います。それではシーサの街道日記第441話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ今日は今年初めてですね福岡県での街道日記は。おはようございます。よろしくお願いします。よし多いですね朝から今日も。あ、岐阜電行けますね。ハーデスも行きたいんですけど、岐阜電行きましょう。今日はこちら秘宝伝伝説への道打ちます。はい押さえました。あ、こっちにもある。ちょっと待て、こっちにもあるか。最初押さえた台をどけて別の台に行った時に最初押さえた台が出てたら嫌なので最初に押さえた台を打ちます。よろしくお願いします。街道日記で実践するのは今日が2回目となります。まあ、前回はですね初日の時早い段階で大きな上乗せがあって立つことができてます。そして街道日記はまだ今年2016年に入って負けがありませんから、まあ秘宝伝での連勝そして街道日記の連勝ともに勝ちを重ねたい441話です。81ゲームです。400ゲーム以上通常ゲーム回してますのでちょっと当たりが遅いなという感じです。さあ3回目はドラゴンバトルやってきましたね。追っかけ以外のチャンスと AT 当選のチャンスが、あ、チャンスがいきなり。これで当たりです。さあ3回目のチャンスで秘宝チャンスから秘宝ラッシュ当選ですね。投資は現在750枚です。取り返せるかな。参ります。本日1回目の ART スタートです。 ART に入ればまたこの3勝の50ゲームが勝負なんですよね。ゲーム数をここで乗せれればいいですけど何もしてなければあっという間に50ゲームは終わります。順当考えれば50ゲームくらいじゃ話になりませんので数百ゲームという消化ゲーム数は必要です。さあここで自動出したバイパーです。
残り16ゲームというところ、最初のバトゲームでまずはチャンスが引けてよかったと思います。でここはフラッシュ、エアヤスが引ければゲームスムーズです。ワロセです。まあ、スプラッシュはあんまり期待できないですね、大きなドラの時は。さあ、これで1回目の強ラッシュは、アルティゲームズを消化となります。獲得枚数は130枚という結果でした。上手は10ゲームのみでした。750枚かかりましたからね、これぐらいでは全然足りないです。チャンスを1回消化しましたけども、総投資が現在800枚となってます。投資が1000枚超える前にちょっと早いですけどやめます、移動します。さあ今日は1月10日日曜日ですね、お邪魔してますけれども、まあ抽選からお客様多かったですけど、当然営業が始まればさらにお客様は増え、今スロットコーナー見てますけどかなり台の方も埋まってきてますね。まあ人気機種はほとんども朝から座られてる状態ですけど、まあ、この辺りはまだ空き台のあるコーナー、北斗の拳転生、まあ、北斗の拳ともこちらも空き台はたくさんという感じですね。そうですね、まあ、しばらくちょっと店内回ってどうするか考えていきたいと思います。当たるまで打つんだったらやっぱり大きなエンジンに期待が持てる台を打ちたいなという気持ちになってしまいました。パーです打ちます。はい、すでに800枚投資ありますけれども、あなたごとハデスに行きました。509回転から、まあ、当たりまでにどれぐらいの投資がかかるか分かりませんけれども、まあ、他の ATK、ARTK に比べればもちろん頭上も高く、そして爆発力もある1000枚以上の投資にはなるでしょうけど、まあ、一撃必殺アナザーゴッドハーデス、困った時にはやっぱり来てしまいますね。参ります。2015年、まあ、かなり実戦も行って大変お世話になった機種ですけど、まだまだ2016年もお世話になる機種だろうなと思ってます。今年初めてアナザーゴッドハーデスを打ちます。当たりを引くためにはこの台での初期投資は200枚以内でないといけないんですけれども、それぐらいで当たりが引けたらすごくいいですね。もちろん総投資が2000枚を超えようがこの台を当たるまでは回すつもりでいます。動きません、ジャッジメントを引くまで。何もいらないですよ。あ、これです。あ、まあこれはもう、いや、まさか現状でしょう。右上がり絆が来ましたけれども、ゲーム数は580ゲーム、
になります。これで1500発生ゲーム、戦闘ゲームすりゃ立たず、あとは戦場の本陣長中というのを願うしかないですよね。発動となるでしょう。この台に移動してきて最初のあたりは天井でのジャッジメントになりますので恩恵を受けることはできます。あとは何枚出せるか。ゲーム数が1600ゲームです。さあプレミアムオブハーデスのお時間です。単純に800ゲームは消化しないと取り返せないだろうというところですね。800ゲーム以上はいきます。まあ、結局ここまでハマってしまいましたけれども、天井にたどり着いただけまだ良かったかなと思います。まあ、いきます。勝負どころですよね。参ります。しました。あとはこの AT が何枚出てくれるかというところですが、総投資2750枚ありますから、まあ取り返すのは難しいだろうと正直思ってます。ただアナザゴターデス、その初期ゲーム数だけで終わりじゃなく、その中で何を起こせるかというのが勝負だと思ってますから、
紫7やメイオートレあるいはプレミアボット、この AT 中にそれらの直当たりが絡めば一撃3000枚以上も十分見込めると思ってますから、2750枚投資はありますけれども諦めず今日は勝つんだという強い気持ちで回していきたいと思います。戻ります。
れば多分もう追いつくんですよね。相当しにあと一歩欲しいです。もう間違いありません。はい、まくりました。逆転勝利確定です。それでいや十分です、十分です。ルームストックからの直当たりですからね。400ゲームをゲットです。さあこれで間違いなく3000枚を超える AT になるでしょう。参ります。現在2067枚、残り450ゲームです。これで街道日記の連勝を止めることもありません。まだ今年2016年の無敗も維持です。やはーです、様々ですね。やっぱり今年もあれば5000枚の可能性ももちろんあります。行きましょう。ここまで来たら5000枚出したいですね。はい、ここで交換したいと思います。はい、アナザーウォーターです。交換枚数こちらでした。4550枚です。出ましたね。ただ相当紙2750枚ありましたので、プラスは1800枚です。まあ1800枚でも十分なプラスだと思います。今日はあの前半戦の状況からここまでまくることができて本当に良かったと思います。はい、実戦終了です。今日朝から秘宝伝伝説への道打ちました。800枚投資してちょっともう追うのがきついなと思ってアナザーゴッドハーデスにその後移動したんですけれども、天井まで行ってしまい、総投資は2750枚と大きな投資になる中でどれくらい取り返せるかなと思いながら天井からの AT 向かいましたけど、結局、最終交換枚数こちらでした。4550枚ですね。2750枚投資がありましたのでプラスは1800枚で、正直まくれるとは思ってませんでしたので、今日はこの4000枚以上の交換ができて本当に良かったと思います。まあ、今年もやっぱりお世話になる機種になるでしょうね、アナザーゴッドハーデスは。いや本当に途中苦しかったですけど、今日は結果的に大きなプラスで勝つことができて良かったと思います。以上、シーサーの街道日記第441話でした。次回の街道日記は、朝一はガルパンに着席、悪戦苦闘する中あの男が立ち上がる。次回、小さな街道日記第442話、反落のピエロ。次回もよろしくお願いいたします。